茨城県道135号佐島上層線は、茨城県坂東市内の一般県道である。坂東市靴掛け坂東市境の茨城県道137号、若坂井線、前原交差点より、分岐南下市し、道志靴掛を経て、道志大口の国道354号に至る、延長約1 5トルの路線。坂東市内北東部域を南北に縦断し、 ほぼ西二霊川に沿うように道路が伸びる。路線名の佐島は平成の大合併以前の万道市の旧自治体の一つである佐島郡佐島町に由来する。1963年4月5日、前身にあたる剣道猫座根佐島線を廃止し、佐島郡佐島町大技、逆さいを起点とし、見つかりし、 本町の終点まで至る区間を県道佐島三津海道線として茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号変更により現在の整理番号135となり2006年平成の大合併で三津海道市から上総市と自治体名称変更となったことから現在の路線名である県道佐島上総線に 路線名変更となり、現在に至る。道路法の規定に基づき、万東市坂西道市区津掛け間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。 市街地を形成している区域内の道路で道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方通行とされているものを通行する車両の幅は当該道路の車道の複員のものにあっては当該道路の路面の複員から1メートルを減じたものとする以下同じから0.5メートルを減じたものを超えないものでなければならない 道路の区域の決定、茨城県法、第4977号、AB、道路の区域の変更、茨城県法、第1645号、ピアニッシモ、10から11、ABCD、茨城県道路現況調書平成31年3月31日、現在、P9 県道の路線の廃止茨城県法、第4977号4月5日より、 県道路線認定、昭和34年10月14日。茨城県国時第901号茨城県法、号外10月14日より県道の路線の認定茨城県法、第4977号4月5日より、路線の指定、茨城県法、第5170号、ピアニッシモ、23、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、 第637号、ピアニッシも8から12。道路の区域の変更、茨城県法、第681号、P4。車両制限令の規定に基づく道路の指定、茨城県法、第1342号、ピアニッシも11から12。道路の区域の変更、茨城県法、第1540号、ピアニッシも22から23。 道路の共用の開始、茨城県法、第1554号、ピアニッシモ、35から36、県道の路線名の変更、茨城県法、第1758号、P19、道路の専用を制限する区域の指定、茨城県法、第2980号、ピアニッシモ、1828。ありがとうございます。